で今回このお二人にご登場いただくんですが、実際女性芸人さんはこの男性の俳優さんがどなたかというのを本当に知りませんので、まずはこの女性芸人さんからご登場いただきましょう。どうぞ。はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、完全目隠し状態で現れましたけれども、はい、黒沢和子さんです。よろしくお願いします。男性ゲストさ んイケメンです。本当ですか、大丈夫ですか、イケメンです。今なんか恵比寿さんとかじゃないですよね、心配なんですけど。本日のイケメン男性ゲストの方です。ちょっと待って、この光だけが入ってくるんでパチパチ言ってる。好きだ。めっちゃいい匂い。ちょっと待って、めっちゃいい。わわ、芸人さんだと思ってこう行こうと思ったんですけどこんなに恥ずかしい人はあんまりいないんですか。なんかむしろ僕で申し訳ないというかなんかやりにくそうかなっていうのが。グレイ役をちょっと扮していただいたじゃないですか、はい、映画の中でもみんなをグイグイ引っ張っていくって、まあ、女性をグイグイ引っ張っていくとかちょっと魅力的だったじゃないですか。そうですね。グレイみたいに引っ張っていくタイプですか。友達がいても自分が行く場所とか決めるタイプなので、付き合う女性も多分引っ張っていきたいなと思っているタイプですけどね。あら、すいません、この映画にちなんで、はい、50本のバラをわおプレゼントします。ありがとうございます。ありがとうございます。でも黒沢さんは溝端さんのことすごくねお好きでいらっしゃったんですよ。本当にあの なかなかあのバラエティにお出になる時はあの番宣の時ぐらいしか、あと日曜日の午前中、はい、やってるテレビさんでしかお会いできない、あれも呼ばれないので、いやそんなことないですけど、ありがとうございます。じゃあそんな黒沢さんに溝端さんちょっとご褒美的なポンポンしてあげるって、あ、いいですか。いいんですか。失礼します。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、髪の毛がとっても綺麗ですね。あ、ズラです。すいません、すいません、すいません、すいません。でも溝端さんどうです、改めて黒沢さんとこうやってほらちゃんと喋ってるわけじゃないですか、はい、こんな黒沢さんみたいな女性はいかがですか。いや、とっても女性らしさがある方だなって前テレビ見てる時も思ってて、こうやってお会いしてこう向かい合っておしゃべりさせてもらってもとってもこう乙女な心がとってもある人だなって思って、本当に素晴らしい人だなって思ってます。ありがとうございます。ズラ、はい、なの気づいてくれなかった。すいません、本当に申し訳ないです。すいません、ありがとうございます。溝端淳平さん、黒沢和子さん、ありがとうございました。